グランツーリスモシリーズグランツーリスモ、グランツーリスモは株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントから発売されたプレイステーション用のドライビングシミュレーションゲーム。グランツーリスモシリーズの一作目にあたる。略称は GT、GT1、グランツと実在する自動車メーカーの車を使ったレースゲームであることが第一の特徴である。 トヨタ自動車株式会社、日産自動車株式会社、ホンダ技研工業株式会社、マツダ株式会社、三菱自動車工業株式会社、富士重工業株式会社、ゼネラルモーターズ、クライスラー、アストンマーティン、TVR とライセンス契約を締結し、各社の車種が収録されている。パッケージの絵柄には、当時国産最高レベルのスペックを誇った。 トヨタスープラト日産、R33 型スカイライン GT-R が描かれている。1997年当時のレースゲームの多くが事前に組まれたプログラムによって車の挙動を疑似的に再現していたのに対し本作は独自に開発した物理エンジンを搭載したことにより現実に近い自動車の挙動を再現したことや車体の表面に 周囲の背景のオブジェクト等を映り込ませる環境マッピング技術によるグラフィックの美しさから世界的な人気作となった。日本でも口コミによるロングヒットを記録し200万本を突破。全世界では1000万本以上売り上げ、初代プレイステーションのゲームソフトの中で最大のヒットを記録した。これ以降、レースゲームにはリアル系と呼ばれるカテゴリーが確立されていくことになる。 独自の物理エンジンを開発、搭載することにより、車体の正確な寸法や重量、性能等をデータ入力すれば、基本的な挙動が再現できたため、それまでのレースゲームと比べて収録車種が多いのも特徴。クイックアーケード、グランツーリスモモードの2本立てのゲームシステムは、本作からすでに成立しており、ライセンスを取得し、 車を購入してレースを繰り返すというグランツーリスモモードの基本骨格も本作で確立している。本作品にはオートロード機能がなく続きから遊ぶ場合、クイックアーケードか GT モードのいずれかで手動でロードする必要がある。またメモリーカード1枚に1データしか保存できないためロードをせずにセーブをしてしまうとデータが初上書きされ、 それまでのデータは消滅してしまうといった不具合がある。北米版ではオートロード機能が搭載されているが、日本版での実装は自作、グランツーリスモニを待つこととなる。TV 放映された CM は、家の鍵を開けたと思ったら車のキーだった、給水器のペダルを踏んだら、アクセル音がして腰を抜かすなど、ゲーム画面よりも意表をついた内容で、 大人の興味を引くことを優先した内容であった。レースに優勝することで獲得できる車は知るし、レアカラーの車が獲得できる車種は知るし、海外版のみの収録者はで、ね、それぞれ車種名の後に記載。本作に収録されているサーキットはすべて架空のもので、ある。本作の海外版では、日本版に比べ若干ながら差異が存在する。グランツーリスモシリーズの初案者である。 山内和則の依頼により、T スクエアの安藤正宏が担当している。なお、海外版については、BGM はすべて国内版とは違っており、ガービッジやフィダー、アッシュ、キューバネット、TMF 等の曲をレース中の音楽として、聴くことができる。株式会社、q b q 編、プレイステーションクソゲー番付マイウェイ出版発行、2018年。 ISBN 9兆7848億6511万 8346P311996 年のル・マン24時間に参戦した NSX-RGT2 がモデル。日本版に収録された GT1 ターボとは違い、なである。前田建設ファンタジー営業部プロジェクト031997年当時。 日本国内における脱ッ車の輸入、販売はクライスラーが手掛けており、収録車種であるバイパーはクライスラーバイパーとして販売されていた。1997年当時 NB 型ロードスターはデビュー前、一部地域での体験版は未修正のまま。アメリカではシビックタイプ R は未発売であるため、T スクエアオマサヒロ氏に GT サウンドを聞く。 ソフトバンクゲームス2013年1月5日閲覧。グランツーリスモ 3A スペックでは、ジャスト、エデー、セブンデーズインザサン、バック・ロジャースがレース BGM として収録されている。ありがとうございます。